瀬戸西線、水の団地付近瀬戸南線は、かつて鉄道省運輸局自動車課、日本国有鉄道自動車局、東海旅客鉄道、JR 東海バスが運行していた自動車路線である。本港では、本路線と同じく省営自動車を片線として開業した、瀬戸北線、瀬戸西線、一帯に運行されていた、中馬線、中馬線の支線であった、江名線についても記述する。 また、本校では、以下、単に、お田線と表記した場合は、鉄道路線を表し、自動車路線としてのお田線については、省営、バスお田線、国鉄バスお田線と表記することとする。省営、バスお田線開業運行を開始した、当初の車両、2002年撮影、交通博物館所蔵品、鉄道博物館を経て、現在は、リニア、 鉄道館所蔵。1921年に改正された鉄道敷設法においては約200路線の鉄道建設予定が計画されていたが、これに対し計画線の多くは鉄道財政を悪化させる原因となりかねない不経済な路線ばかりであるため、自動車により鉄道の代行を行うことが適切という意見があった。しかし、鉄道省は自動車事業については 経験が浅かったことから、アメリカの専門家を顧問として、昇平の上、1929年には、鉄道省に、自動車交通網調査会が設置された。調査の結果から、いくつかの路線が選定され、さらに絞り込まれた結果、岡崎駅と田島駅を結ぶ区間が選定された。この区間は、改正鉄道府設法別表72-2に、愛知県岡崎より、同県衣を経て、 岐阜県田地見に、イタリール鉄道という予定線が記載されている上、東海道本線と中央本線を結ぶことから、鉄道線の先行、鉄道線の短絡という二つの使命を有していた。さらに、当時この区間には沿線に、岡崎、瀬戸、田地見という都市が形成されており、各都市を結ぶ乗り合い馬車が運行されていたこと、さらに路線距離がロメートルと、 適度な距離であると考えられたことも理由である。こうして、省営自動車としては、初の路線として1930年12月20日に、開業したのが省営、バス岡田線である。省営、バス岡田線は、鉄道線と同様、旅客輸送と同様に、貨物輸送を重視していたが、旅客輸送については順調な営業成績となったのとは、対照的に貨物輸送は不審であった。 特に、車扱い貨物の営業成績が悪かったことから、バスの後部を荷物置き場として、手荷物、小荷物及び、小口扱い貨物を輸送する方法に改められることになった。運輸省から国鉄に移管された後の1951年4月11日、中馬線品の常本屋が開業、同年6月15日には、明治まで延伸される。 岡田線と一体で、中馬海道経由で、セット品の片草柿の登頂名地を結ぶ、運行系統が設定された。1952年7月20日には、中馬線の支線として、江那線名地中津川間が開業。さらに1953年10月31日には、後の坂本線、中津川美濃坂本間が開業した。 三河地方においても1951年5月5日に、安城戦場私狩り神里安城が開業したのを皮切りに1953年4月20日に、安城戦、安城刈屋、1954年12月25日に、衣昭和町、小原、神保、1956年4月20日に、四京、柿野、1958年7月19日に、 岡崎三河三国海の家、1961年5月10日に、蒲氷線、岡崎蒲氷などが、相次いで開業し路線網は、豊田、岡崎から刈谷、安城、蒲氷、藤岡、小原にまで拡大した。1966年には、浜名線が豊橋から、三谷劇場前まで延伸、岡田線と直通して、岡崎蒲氷と豊橋に一浜松という、 系統も運行を開始した。一方の高蔵寺線に関しても1952年、その上高寺、岩屋堂への路線と高蔵寺かすがいが開通。翌1953年には、森林公園経由の路線と高蔵寺終わり細野が開通した。名古屋駅への乗り入れは1955年で、東都線高蔵寺しだみ支所前から終わりをばた。 小出町名古屋駅間が開通したことにより初めて名古屋駅に乗り入れた。その後、1961年には名古屋線名古屋駅笠寺駅前仮や安庁、小崎倉と岡崎中央が開業した。また、1957年に発表された国鉄自動車の基本方針に季節の旅客路線については中長距離運転系統、特に急行バスの設定を重点事項とするとされ、 その一環として、1957年に完成した、有料道路の合気道路を経由する、合気線、名古屋田島間直通急行バスが1958年、開設された。この路線は、名鉄、東能鉄道との共同運行で、国鉄バスはそのうちの7往復を担当した。1970年に、鉄道線として、岡田線が開業したのに合わせ、 国鉄バス岡田線の路線群は、瀬戸記念。1976年に岡田線が旅客営業を開始した後も、運行便数はさほど減便されることはなかった。1980年には、省営自動車運行開始50周年を記念して、岡崎自動車営業所の構内に、国鉄自動車発祥の地の石碑が建立された。1985年名地事所を廃止。 残った瀬戸自動車営業所名地支所中津川派出所が、瀬戸自動車営業所中津川市区に昇格した。翌1986年には、中馬線の片草名地、江名線の名地根の神、炎山を追い分け退場をきれいなとみた、橋場揚げが廃止となり、名地地区は全廃となった。国鉄分割民営化後、1988年1月31日に、 岡田線が愛知環状鉄道線として全線開通すると同時に本路線が開業当時から有していた鉄道線の先行、鉄道線の短絡という二つの使命は失われた。その後は鉄道線の培養に変化し、JR 東海バスに引き継がれてからは新豊田駅と三河安城駅を結ぶ路線の新設などの動きもあった。また、 1991年7月26日からは、本路線の免許を活用する形で、岡崎市から豊田市、瀬戸市を経由するドリームトヨタ号の運行を開始した。しかし、1991年12月25日から、瀬戸南本線の役座から新豊田が休止されたことにより、ついに瀬戸地区と豊田、岡崎地区を結ぶ一般路線は分断された。 2000年には開業70周年を迎えたが、この時期には路線バスの営業環境が厳しくなってきたことから、JR 東海バスでは一般路線の大幅な縮小を計画することになった。2001年3月23日には、東都線の一般路線の大半の区間をガイドウェイシステム線へ移行、一般路線の名古屋駅乗り入れが廃止された。2007年に廃止となった。 瀬戸南線南三学園にキロ線の短縮は進み、2002年1月31日限りで、中津川地区の江名線は全廃、路線は北江名交通に移管され、2002年3月31日限りで、瀬戸南線の岡崎市川の区間は全廃となったほか、瀬戸市内から愛知工業大学への路線が廃止された。瀬戸西線では、高蔵寺駅への乗り入れが廃止になり、 瀬戸北線では、シナノと田島駅を結ぶ区間が廃止となった。2002年以降、本路線は JR 東海バスでは最後の一般路線となった。2006年7月からは、瀬戸北線の路線免許を一部使用した中央ライナー号の開設が行われたものの、同年9月にはガイドウェイシステム線として乗り入れていた高蔵寺駅への乗り入れも廃止された。2007年には、 瀬戸市内から、菱野団地、南武山学園へ向かう路線が廃止されたことにより、瀬戸南線の一般路線は全廃となり、ドリームトヨタ号の運行のみが残ることになった。そして2008年8月27日には、JR 東海バスが一般路線全廃の移行を、愛知県バス対策協議会に申し出た。2009年8月27日には、正式に一般路線から、 全面撤退することが JR 東海バスから公表され、同年9月30日限りで同社の一般路線の運行は全て廃止された。なお、代替路線が名鉄バスにより運行されている。これらの開廃により、2011年10月現在では、免許上、本路線はドリームトヨタ号の運行区間のみが残る状態となっている。運行開始当初は、 岡田本線として、岡崎駅瀬戸記念橋駅田地見駅間 57.1km と高蔵寺線として瀬戸記念橋高蔵寺 8.7km の区間で営業を開始した。国鉄最後となる国鉄自動車路線名称より抜粋。この時点で明治地区は全廃となった。瀬戸北線瀬戸駅前から瀬戸記念橋へ向かう付近。 瀬戸北線上本屋ガイドウェイシステム線瀬戸水の坂付近前述の通り、JR 東海バスの路線としては現在、運行されていない。路線、編集運行系統、編集瀬戸支店駐車区出店、鉄道省国時代354号、官報1930年12月17日、路線バスの廃止について、2009年9月3日へずらん。ありがとうございます。